チャンネル登録と高評価ボタンを3秒以内に押してくれたら嬉しいな。にょん、3だろ、にょんにょん、2、1。今日も見てくれてありがとう。絶望的にやることなくて暇だな。そうだ、ポコゾンでネットショッピングでもするか。何かいいもの売ってないかな。これはかっこいい漆黒のカラー、洗練されたフォルム、このボーダーベストめちゃくちゃかっこいいじゃないか。これぞ我が鎧にふさわしい。なんちゃって、こういうの一度でいいから着てみたかったんだよね。よし、早速購入っと。はいはーい。おお、届いた届いた。早速開けてみよっと。いいじゃんいいじゃん。ふふふふ、これを着てみんなに自慢しよっと。おお、めちゃくちゃイメージ通り。きっと霊夢もマリサも欲しがって。ん？え？え？なにこれ？やだ、怖い。うわぁ。最近暇で暇でついつい食べすぎちゃったぜ。確かにあんたのその20アゴすごいわね。お前こそその腹出まくってんじゃねえか。実は私もお菓子を食べまくってたらこんなになっちゃったのよ。少しは痩せないと日常生活に響くわね。まあな、でもダイエットも面倒で行動に移せないぜ。わかるわー。ほらーとわー。なんだよ、急に大声出しやがって。ああ、びっくりしたわ。まだ心臓がドキドキ鳴ってるわ。貴様ら最近たるんでるんじゃないか。なんだその腹と顎は。何こいつムカつくんですけど、殴っていいかしら。なんだか様子が変だな。いつものポコニャンじゃないみたいだぜ。それに変な格好してるし、夏の暑さで頭おかしくなったのかしら。きっとそうだ。あーまらっしゃーい。ひぃぃ。何かが原因で性格が変わってるっぽいわね。よし、だらしない生活でたるんだ貴様らには、これから我が輩の特別訓練を受けさせてやる。特別な訓練？うむ。4人1チームになって、100人の中から最後の1チームまで勝ち抜く、命がけのバトルロイヤルで訓練だ。命がけのバトルロイヤルで訓練？いやよ、眠いしめんどくさいもの。じゃあ、かましいわーい。問答無用。死の後の言わずにやるのだ。うわー、何このめんどくさいキャラ設定。ここはこれ以上面倒なことにならないように、言うことを聞いておいた方が良さそうだな。あれの言いなりになるのは尺だけど、まあ、ちょうど暇してたし、ダイエットがてら体動かすのもいいわね。よし、貴様らは我が隊への入隊を許可する。いや別に希望はしてないけどな。わあ、何か面白そうなことやってるにょん。ヨウムも仲間に入れてほしいにょん。おう、自ら率先し志願するとは、貴様はなかなか見込みがありそうだな。よし、貴様も我が隊に入隊を許可する。わあ、やったにょん。先が思いやられるわね。本当だな。よーし、それじゃあ訓練のスタートだ。しっかりと我が輩についてくるように。こんな変なポコニャンについてくなんて不安しかない。訓練中は我が輩を軍曹と呼べ。軍曹。軍曹ポコニャン、なんだか頼もしいにょん。いや、気のせいだと思うわよ。こらー、お前たちまずはしっかりと準備するんだ。武器の確保が最優先だ。ラジャーだにょん。はいはい、軍曹わかったわよ。よし、とりあえず武器ゲットね。念のため車も確保しておくわよ。おう、そういうことだ。なんかすげえ頼りない軍曹だな。こらー、銃声だー、全員構えろ。おう、敵はどこにいるんだ。いいか、お前たち絶対に逃すんじゃないぞ。さあ集中しろ集中。軍曹ー、ヨウム隊員敵を見つけたにょん。おう、素晴らしいじゃないか。よーし、絶対逃がさないにょん。にょんにょんにょーん。はっ、リロードするのを忘れてたにょん。逃げられちゃうにょん。すぐそばに私がいるから援護するぜ。お、いたいた、あいつだな。くらえー。わあ、マリサさんすごいにょん。なかなかやるじゃないか。ポコニャン、こっちよこっち。訓練中は軍曹と呼べと言っただろう。どうでもいいわ、さっさと戦いなさいよ。よし、ここは我が輩がお手本を見せてやろう。いててて、思いっきり当たってんじゃねえか。あー、まらっしゃい。これは敵の位置をわかりやすくするための作戦なのだ。おう、やるじゃないか、霊夢隊員。確かにいいおとりだったわね。そうだろうそうだろう。この我が輩の言うことを黙って聞いておけばいいのだ。では、とどめは我が輩が、おい、弾が切れてんじゃねえか。マジで役に立たないわね。お前たちこういう非常事態があることを忘れるんじゃないぞ。お前だな。さあ、また一人倒したわよ。ほほう、霊夢隊員飲み込みが早いな。我が輩の背中を見て成長しているな。物資を一生懸命漁る姿しか見てないわ。ポンコツすぎるだろ、この軍曹。貴様ら、銃声だ。もうあんた以外言ってるわよ。軍曹、こっちだにょん。霊夢隊員、敵さんを一人見つけたにょん。うらー。
今度こそ倒してやるみょん。こっちにもいるわ。こっちにもいるんだぜ。おう、やるじゃないか。よしよし、訓練らしくなってきたぞ。霊夢隊員そのままとどめを刺すんだ。はいはい。イエース。ヨウム、そっちは大丈夫？今敵さんと鬼ごっこ中みょん。捕まえちゃうみょん。気をつけるのよ。こっちにはマリサさんもいるから大丈夫みょん。ベテランビギナーなめんなよ。マリサさん、敵さんがそっちに行ったみょん。おう、任せるんだぜ。早く早く、そいつみょん。うん。なんか通ったな。うわぁ、左からも撃たれてるみょん。ポコマン、霊夢、こっち来てくれ。もうすぐ弾もなくなりそうだぜ。だから訓練中は軍曹と呼べ。どうでもいいわ。今向かうぞ。待ってろ、霊夢隊員ついてくるんだ。もう向かってるわ。敵さんこっち来ないでみょん。急いでほしいんだぜ。ヨウムが追いかけられてる。私たちが到着するまで、できるだけ建物の陰に隠れるのよ。いいアドバイスだ、霊夢隊員。うっせぇわね。さあ、我が輩が来たからにはもう安心だぞ。これぐらい一発で。目標に命中した。なかなかの強敵だね。いや、あんたがポンコツすぎるのよ。さあ私に任せてらっしゃい。ほい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 。おっしゃ、やったわ。霊夢さん、頼りになるみょん。まだ生きてるから気をつけて。確実にキルするんだ。お前にだけは言われたくないんだぜ。むむむ、我が輩の実力を疑っているな。そろそろ本気を出してやろう。つべこべ言ってないで早くやっちゃいなさいよ。うはははは、焦りは禁物だからな。ここはしっかり照準を合わせてだな。見たか、我が輩の功績を。おお、軍曹かっこいいみょん。またまた敵さん発見みょん。今度こそ逃がさないみょん。まずはしっかり照準を合わせて。そんなのんびりしてて大丈夫か。やったみょん、倒せたみょん。我が輩がお手本になったようだな。いや、すげえ危なかったから。ナイスよヨウム。それにしても次から次へと敵がやってくるわね。我が輩の場所選びが最高だったというわけだな。どうしたらそんなポジティブになれるんだぜ。さあ私の M88C を食らうがいいわ。はい、楽勝ね。みょん、こっちからまた足音がするみょん。誰か来てほしいみょん。よーし、今行くぞ。敵さんがお外にいるみょん。ここから出られないみょん。ヨウム隊員、その場で待機だ。敵は見えているぞ。我が輩に任せておけ。すんげえ不安。ヘッポコ軍曹に言われても安心できないのよね。敵は弱ってるぞ。囲め囲め。軍曹ファイトみょん。ムハハハハハハーい。よしよし、もう大丈夫だ。わあ、かっこいいみょん。反対側にも敵さん発見みょん。中に入って身を守れ。まだまだ敵はいるぞ。要注意だ。オーケーみょん。ダウンさせたみょん。ポコニャン、お前の後ろにもいるぞ。何度も言うが訓練中は軍曹だ。それはもう分かったって。軍曹、後ろだ後ろ。うむ、それでいい。めんどくせえなお前。それじゃあマリサ隊員、ここは任せた。ヨウム隊員、右から来てるぞ。慎重に撃退するんだ。右の敵さんはこの子みょん。倒しちゃうみょん。おお、素晴らしい。さすが我が隊員。丘の上からも来てるわよ。おらー。霊夢隊員、勢いがあっていいな。そんなこと言ってないで、あんたも援護しなさいよ。そうだな、霊夢隊員だけでは心配だ。いや、ポコニャンがいても不安だけどな。今行くから待ってろ。この敵の多さだ。不安に思うのも仕方がないな。いや、あんたが不安要素なのよ。見つけたわ。うらー。そうやられたわ。霊夢隊員、早く助けてちょうだい。その木の影よ。待ってろ、今助けてやるからな。わしの可愛い隊員になんてこげふ。レイムさんがやられたみょん。ちょ、レイムがいなかったらどうするんだよ。すっごい撃たれてるみょん。助けてみょん、みょーん。え、ちょ無理だって。どうにかするんだ。いや、もう指示じゃねえ。マリサさんこっちだみょん。お、よう向いたいた。早く回復をするんだ。そんなことわかってるぜ。まだ敵さんがいるから気をつけるんだみょん。お、撃たれてる撃たれてる。一旦その家の中に入るんだ。マリサ、あんたにかかってんのよ。ほら、あそこみょん。あそこってどこだよ。上みょん、上。上？わあ、こっちに来てるみょん。なんだこの煙、毒ガスだ。逃げろ。うわ、すぐそこに敵いるじゃん。ほんでもしかしてヨウムも死んでんのか？みょん。いやいやいや、私だけでどうしろって言うんだよ。行くんだ。いやあ。逆ん。貴様ら全然ダメだな。お前が言うな。死んでしまうとは情けない。もう一度訓練開始だ。お前も死んだだろが。でも結構いいとこまで行ったわよね。ヨウムも軍曹の言うことを聞いて頑張ったみょん。それは聞かなくていいわよ。私もそう思うぜ。さあ貴様ら降下だ。気を引き締めていくように。お前だな。今回は水工場からのスタートね。敷地の広い場所だ。油断するなよ。隠れる場所も少なそうだしな。わかったみょん。みょん、あれは敵さんが降りてきてるみょん。え、どこ？軍曹ポコニャンのいる方向に何人か降りてったみょん。マジ？やばいじゃん。あいつ、死ぬわね。また最初に死んだりして。軍曹なのに指示出してこないしね。うはははは。車を手に入れたからもう我々の勝ちは確定だぞ。
すげえ強気だな。よし全員集合だ。物資を集めたら移動するぞ。準備ができたら車に乗れ。車があれば勝ったも当然。敵の多い場所へ一気に乗り込むぞ。そういえばさっき降りてきてた敵さんはどこに行ったにょん。ああ、確かに見当たらないな。どこかに潜んでるかもしれないから注意しないとね。わしの霊圧に恐れをなして逃げたんだろう。なんでそんなに自信満々なんだよ。霊夢さーん、そろそろ行くにょん。オッケーオッケー。さあみんな車に乗りましょう。俺以外もう乗ってるんだぜ。あらやだ。早く行ってよね。なかなかの時間待ってたにょん。ごめんごめん。お待たせ。おーい。このタイムロスが命取りになるんだぞ。はいはい、わかったわよ。周囲の警戒を怠らないように、いつでも戦える状態にしておくんだ。ラジャーだにょん。口だけはちゃんと軍曹っぽいな。本当ね。貴様ら途中で敵を発見したらすぐに車から降りて攻撃だ。あ。え？おい、軍曹。横転。よね。見事な横転にゃん。これは非常事態に対応できるかの訓練だ。めちゃくちゃ動揺してるじゃないの。一か八か手榴弾で吹き飛ばして元に戻してみるわね。霊夢、南方向から撃たれてるぜ。まずいわねこの状況。丘の上に敵さんがいるにゃん。く、こんな不利な場所で戦闘とは。やっぱお前のせいなんだぜ。お、いたいた。こっちにはまだ気づいてないみたいだぜ。一人 OK。ナイスだにゃん。霊夢隊員後ろだ。ここは我が輩に任せろ。たまには役に立つのね。よし、こっちも OK だ。横にもまだいるにょん。オッケーオッケー、カバーに入るわ。おららー。ぜ、全然当たってないわね。我が隊員は覚えが早いぞ。これもすべて我が輩の特訓のおかげだ。え、どこが全く。周囲警戒周囲警戒。戦闘後は特に危険だぞ。足音が聞こえるわね。あ、いるわ。霊夢隊員、我が輩がフォローに入る。頼んだわよ軍曹。おらー。よし、見事だ。そろそろ回復もしたいわね。では一旦体勢を整えるぞ。発煙弾の中に入れ。あら、ナイス発煙弾。たまには役に立つじゃん。誰か撃たれてるにょん。どこで撃たれてるのかしら。我々が狙われてるわけではなさそうだな。どうするんだぜ。向かうか。当然だ。今すぐ向かって敵を倒すぞ。でももうすぐアンチが小さくなるにょん。そうだな。まずはアンチ内に入るぞ。了解だぜ。あら、足音がしてるわ。気をつけるんだぞ霊夢隊員。おっと危ない。オーケー。後ろに一人いたわ。後ろにもまだいたのか。くらいなさーい。オーケー、その調子だ。銃声が近くなってきたな。正面だ。敵は正面にいるぞ。銃声が激しいわね。何人かいそうだな。まとめて倒しちゃうにょん。まだ姿が見えないから慎重にね。軍曹、ちょっと突撃してこいよ。いいだろう。発見次第すぐに仕留めてやる。わーい、軍曹のかっこいい姿が見れるにょん。こういう時は慎重かつ大胆に。あわわわわわ、マジで真正面じゃないか。でふん。ちょ、軍曹、なんで先にやられてんのよ。これはだな。これもなんかの訓練だにょん。そういうことだ。おお、やられたぜ。にょーん。業務下がって、まだいるわよ。霊夢さんのとこまで行くにょ。にょーん。やだにょん、死にたくないにょん。すぐ助けるわ、待ってて。霊夢さん来ちゃダメにょん。敵さんがすぐ近くにいるにょん。大丈夫よ、任せなさい。業務の仇。ギャフ。くー、悔しい。あとちょっとだったのに。負けてしまうとは情けないな。たるんでおる証拠だ。戦場で勝利を収めるためには鍛錬あるのみだ。いや、お前もやられてたじゃん。あー、悲しいわい。次は勝てるように我が輩が貴様らを徹底的に鍛え直してやる。わい、鍛えてもらえるにょん。てか、こいつ全然元の性格に戻んねえじゃん。やれやれだわね。さあ、夕日に向かって走るのだ。こうして、意味もわからないまま、謎のキャラ編をしたポコニャンに付き合わされて、私たちの地獄の特訓の日々が始まったの。まだこの時は、私たちをあんな運命が待ってるなんて思いもしなかったわ。さて、そのお話はまた次の機会に話すことにするわね。最後まで見てくれてありがとうございます。この動画を楽しんでくれた方は、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。Twitter もやってますので概要欄をチェックしてみてください。また次の動画でお会いしましょう。